はいはいはい、お願いします。どこでもいいですか。穴のないとこ。穴のないとこの方がいいですか。うん。光のネジは穴のないとこに。そうですね。はい。たまに魚釣りに来てんのか。動画撮りに来てるのか分からないようになって、世話しない、そう、世話しない。はいはいはい、やったんねえよ。あれが風切り音が入らないから。さあ、昼が一発目。昨日もなんかカメラ台とあれなんで知ったっけ。へえ、この福井県のローカルのテレビ局が多いって言うから笑ってない。ひちゃあちだ。回転場みたいな。へえ、すごい。ああ、なるほど。かかってもせんぞ。ほらまだ寝とるで。ほら太田さんで早起きじゃないだろ。まずは10メーター付近で、10メーター付近で狙っていきます。水温も一気に下がってる。もうちょっと早いかな。なんか上がってるね。しっかり買った。来ました。そうですね。10でした。 10.5 ぐらいで、はい、はい、今ささみで、はい、まだね、団子がええ言うたんし、あ、なるほど。やっぱり浮きます。一緒、はい、浮きます。まずはヒルが一発目初体です。ヒル生ミックで見てみましょうか。
しりよな。立派なタイヤ。飲まれてるわ。よいしょ、2匹目、立派なタイです。見てますか？あ、そうなんですよ、もう。これ今僕笹に当たってるんで、よかったら。あ、ありがとうございます。あ、そうですか。
ほんま 10.5 とか、まあまあそれぐらい、それぐらいだったら全然大丈夫。よく当たることは当たる。はい。竹ようかけやったりね。まあ杭ちょっとね浅いですからね。いえいえ、あくっそ外れた、ショックショック、外れよった。
秋の大将です。今日はステッカーを貼っていただきました。大将いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。1月10日にフィッシングランドヒルガさんで釣り上げた大鯛、健康マダイ、これを、月曜日から今日、まあ、木曜日までね、熟成させてと、お腹の中の、まあ、一応血合いですね、それを全部きれいに掃除して、そしてクッキングペーパーで水分をしっかり取ってから、クッキングペーパーにまた包んで、そしてラップ保存、冷蔵しました。どうですか、この月火水木、まあ4日ですね、4日経ったこの綺麗さ、蚊の中はどうなるでしょう。身ですね、こんだけ綺麗ですよ。まだツヤツヤしてます。中の血合いもしっかり取ってますから、まあ、私はあんまり臭みがそんなに苦手、になりますので、しっかり魚の臭みは取ります。そして今度これを、おろして、ちょっと刺身でね、健康マダイの熟成、これを食したいと思います。先ほど魚をおろす前に、この出刃、一応砥石で磨きをかけて、そして綺麗にさばこうと思います。この包丁はなんか見た目高そうに見えますが、実は釣り具屋さんで買った2,000〜3,000円ぐらいの包丁でございます。まあ、砥石の方が高いですけどね。まあ、さばきはぎこちないので、まあ、要所要所、さばいていきたいと思います。では今から炙りをちょっとしてみたいと思います。こうして氷を置きます。魚を炙るとどうしてもその器の厚さで身の方まで熱が入ってしまいますので、要はこれは下の方はまあ冷やす目的で氷を引いております。
このトーチで、トーチボンベで炙っていきます。タイの炙りじゃ。どうですか、これはめちゃうまそう。さあちょっと食してみましょうか。実食。炙り。うん。